こちらは本殿の、脇にある、結社で、松陰神社か、松門神社かな。で旧社殿なのかな、これが。農家生を、祀るのかな、52柱なのに、52人の門下生ですね、多分ね。お祭り。さらに、沼崎吉五郎さんっていう方を、祀ってるんで。旧社殿とかですね。大きくなってますね。最近はこの、旧社殿の方がなんか、いい感じがちょっとしますけど、はい、ぜひ参拝してください。